こんにちは。今日はですね、M3 のまた納車編です。はい、こちらですね。M50 周年を記念して、国内で、50台だけ限定発売された G80M3 です。はい。で、この真っ赤なボディ、シナバーレッドと言いまして、E30M3 の車に使われていたシナバーレッドで仕上がってます。はい、でこちらはですね、M3 なんですけども、ピュアモデルですね。480馬力の仕様になってます。まあ、これがなぜかというとですね、実はこれマニュアルモデルなんですね。国内ではですね、 M3 に関してはマニュアルモデルはありません。50周年限定の50台だけがこのマニュアルの仕様になっています。でまずですね、内装パネルですね、この辺がツヤありのね、カーボン仕様になっています。まあ、その他はね、大きく変わらないですよ。ただね、ここマニュアル面白いんですよ。ここ開けると普通ここに、携帯の充電器があって、ここカードキーとか置くとエンジンがかかったりするんですけど、実はあのマニュアルモデルありません。だけどここをジャンと開けると、ここにね、携帯が挟めるんですね。でここで充電ができるって形ですね。ちょっとあのカードキーの設定はないので、普通の一般的な、鍵が2つという形になります。それですね、あの心臓部ですね、480馬力のエンジン、こちらですね、じゃんと G80 のね、 M3 とか M4 の、 あの走りの良さを出しているところは、やっぱこういうボディ補強とか細部の補強パーツでですね、あの走りはもう完璧だと思いますんで、オートマチックのコンペッションと今回マニュアルを乗るということになったので、まあ、ちょっとそこら辺の違い楽しんでみたいなと思います。50周年、記念モデルということで、まあ、今 M の車両はみんなついてますけどね、ここにボンネットにね、50周年エンブレム、それからこちらのホイールにもエンブレムで、ずーっと回ってトランクも50周年エンブレムがついてますね。それとですね、コンペにはね、あったんですけど、実はここにこうレーダーですね、このぐらいの部品がついてるんですけども、実はマニュアルモデル、まあ、もちろん自動運転という形がないので、グリルは左右対称のね、いい感じで、実はこっちの方がね、かっこいいんですね。これはこれでちょっとまたグリルをいろいろ変えたりとかしやすくなるところもあるので、ちょっと楽しみかなというところですね。はい、じゃじゃーんと開けて、まあ、取っちゃいましょうね。まずね、この辺は、まあ、この下にはね、ちゃんとフロアマット標準のついてます。これね、新車の醍醐味、剥がしまーす。ペロンと、こちらもよいしょ、剥がします。お、あそこにもついてるな。ここのエアコンパネルのところにもついてましたね、ビニールが ね。これやっぱり剥がすのはね、新車ならでは。よいしょ、あ、こんなところにもついてるね、 M3 のね、これ光るんですよね、夜ね。これも剥がしちゃいましょう。運転席と、よいしょ、助手席もついてるんですね、これね。よいしょ、おー、いいね。納車されたら速攻つけちゃう、スタディワイドアングルミラーですね。まあ、これもつけちゃいましょう。よいしょ、パチッと引っ掛けて、こっちか、よいしょ、はめ込むだけと簡単で、もうこれでバッチリついちゃいました。今回ね、あのブルーとライトブルーとシルバーがあるんですけど、ですね、シルバーの方を選んでみました。はい、こんな感じでつきます。はい、じゃあステッカー貼っちゃいます。定規も使わずぴったり貼ります。はい、バッチリです。 OK。 もう一つのステッカーがこれですね、まだ出来たてほやほや、箱根スカイラウンジステッカーですね。サンパーク の頂上にある箱根スカイラウンジ内にですね、うちのですね、ショップが12日にオープンします。まあ、それのね、ステッカー実はできたんで、これもね、ちょっとリアガラスに貼っちゃいましょう。お、いい感じに晴れましたね。こんな感じですね。あの、皆さん箱根に行った際はね、スカイラウンジに遊びに行ってくださいね。よろしくお願いします。自分好みに設定中です。今日はパープルにしようかな明るさマックスでしょう。よいしょ、まあ、鳴らし出すからね、まだね、警告が出たまんまです。早く2000キロね、終わらせて全開したいですけどね。
はい、こんな感じですね。 M50 周年記念モデルのですね M3 ご紹介させていただきました。まあ、マニュアルっていうところのね限定車でしか乗れないマシーンというところでちょっとこれは楽しみだなっていうところがありますね。でね、まあ、今回実はナンバーが希望ナンバーじゃない、なぜかっていうとちょっと納車急げって言っちゃったんで、まあ、またこの辺もまたやっていきながらですね M3 限定車楽しんでいきたいと思います。じゃあこれからチューニングにも入ります。足回りがカーベバージョン3、伸び側と縮み側の個別の減衰調整が可能な車高調ですね。マフラーはレムス、もうマフラーも早速変えちゃうようです。リアピースのみの交換になってまして、純正バルブも移設して使えるモデルになってます。テールパイプは今回はこちらのクロームのテールを装着していきます。
そして続きましておなじみ CPM、 これも新しく M3、M4 用に新設計された商品ですね。こちらもつけていきます。こちら今回新たに発売させていただきます、スタディオリジナルカラーの BBS 超ジュラルミン炭素 RID になります。このお色がストリンゴールドというカラーになってまして、スーパー GT で戦ってます M4GT3 に入っているホイールのカラーをそのまま市販のホイールに落とした形になっております。サイズ展開が M3M4 現行車ですね、専用のフロント20インチ、リア21インチの設定になっております。でジュラルミン炭造ですと通常センターキャップが専用のキャップになっているんですけども、今回うちの方のホイールにはこの黒でゴールド文字のキャップを付属で付けさせていただくのとプラスしてレーシングカーでも使ってますこの BBS のステッカーですね、こちらを付属しておりますので貼っていただくもよし、貼らずに使っていただくもよしという形になっております。Go back in time.